おはようございます。時刻はもう10時36分から今7分になってしまいました。おはようございますならぬ、おそようございますでございます。コモ,さんコモリヤスノリです、えー、昨日はさすがに楽しくて疲れて、えー、カニツアーに行ってまいりまして、30人のお客様と一緒に天の橋立へ行ってまいりました。 とっててても楽ししくて満腹になりまして、まあ、お昼ですからお酒もまあまあほどほどにという程度でございましたけれどもビールに焼酎にそしてお酒は甲羅酒にもいたしまして、えー、堪能をしてまいりました引率、まあの先生ではあるんですけどコモ、まあ、さんが一番楽しんでたんではないかなというふうに思いますご参加いただきました皆さん本当にありがとうございました楽しい一日でしたねいい忘年会ができましたぜひ皆さんも来年もコモさん の大人の修学旅行あるいは日帰り旅行企画をしてまいりますのでぜひぜひご参加くださいませでは12月11日の日曜日少し遅い時間になりましたがニュースは動いております上巻チェックスタートでーす 改めましておはようございますようこそ天神バス地商店街天禄天小森スタジオへ小森さん小森康則でございます今日も天神バス地商店街から世界のニュースを小森さんなりに切ってまいりますどうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませさてその昨日のバスツアーでございますが長官チェック終わってもうあ時間がない遅刻したらあかんわと思ってタクシーに乗って行きましたら えー、てんこ盛りのリスナーさんやったおじいちゃんが運転手さんで「お前さんもうラジオやれへんの?」って言って「いやもうないんですわ YouTube また見てくださいね」っていうようなお話をしておりましてでまああんたの番組はまあ意見の合わへんこともあったけどもでも右や左やっていうことに限定せずにあんたの考えで。 あかんと思うことは言ってはるから、うん、そこが良かったなって言って言っていただきましてね、はい、ありがとうございます。もうそこを、まあ、まあ、一回だけ聞いただけではね、一部だけそれこそ切り取られただけではあ分かってもらえないところなんですけども、ラジオを毎日毎日聞いていただいてて、まあ、そこを、 まあ、褒めてもらったというか、言ってもらえたのは、コモさんとしてはとっても嬉しかったです。まあ、これからもそういうスタンスでやっていかなあかんなと思っておりましたが、まあ、ね、えー、まあ、アナウンサーというようなこともやっておりましたんで、皆さんからは背も高いですし、いい反、りゃハンつけていただいている立場であるというのは、自分でもよく分かっておりますけれども、まあ、ほんまにね、ちっちゃい人間でございまして、えー、気ちっちゃい人間でございまして、昨日 あのー、競り体験っていうのをやってもらったんですよ。カニ食べた後、ま、ほんまはね、順番から言うと、お腹空いてる時にやらんと、お腹いっぱいになってからっていうのは、なかなか、あのー、あかんなとは思ったんですけど、まあ、事情がありまして。で、4種類、実際に美味しいものを持ってきてもらいましてですね、プロの仲買い人の方、あの、帽子のところに番号ついているような、そういう方に来ていただいて、で、ひみ、 ひ、あ、稲ぶりであるとか、ひみ違います。ひみ、ひみではないダメです。あれは富山ですから、稲のぶりとかですね。 で、あと、松葉ガニとかを持ってきてもらって、で、来ていただいた皆さんに接ってもらおうということをやったんですね。まあ、イベントとしてはそれはと,とても楽しいんですけれども、えー、主催してくれております IAC トラベルの今広さんという子がよ、ほんまにもう彼がよく頑張って、えー、コモさんのわがままに付き合ってくれて、ツアーを毎回企画してくれて、準備してくれてるんですけども、 えー、コモさん、これが売れないとえらいことになりますと。この仕入れ代金はツアー代には含まれていないので、え <laughs> ツアーの仕入れの代金にはこれは入れておりませんので、ちゃんと売れないと、えー、その分、足が出ますと。<laughs> ただでさえ、まあまあ、本当にてんこ盛りの内容で、もう利益少ない中、頑張ってもらってるんですけども、そう聞きまして、まあ、コモさんも、じゃあ、頑張って売ろうなって言うて、皆さんにえご紹介してたんですけど、えと、松葉ガニのところ、もうあのすでに昨日の様子は夕方の段階でアップしておりますんで、ご覧いただきたいんですが、こんな感じでですね、やっておりました、ご覧くださいませ。スタッフ これは良、えーね、い,いねぶりですねいよいよ松葉がにでございます、あのー、大きさで味が変わるというよりかはですね身の詰まりで変わるんですね実は1.7キロのカニでも水っぽいカニっていうのは、えー、ボイルするとですね900グラムとかになったりするんですよお水が抜けき,きってしまってこれ実際一緒に入ってしまって1.4キロなのでもう水っぽくないですよさあタイザガっていうところはもう元の会社はお店舎ともう一社 会社の2社でこうセリを行っているような形ですね。で、その堂々のカニ、1.7キロの海ザガで、今だいたいえと7万8千個でしょう。一応、この責任者なんですけど、これはすごいです。本当に私もめったに見たことないですが、これだけの大きさは。さあ、そうですね。5回程度のカニはね、1日に1枚出るか出ないかあのサイズですので。さあ、皆さん。 1000円から3000円3000円3000円さあ、円3000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 円3 0 0円で。0 0ませ3000円3000円三千円三千円さあ0 0円3000円3000円3000円五千0 0円3 0 0円5000円さあ、0 0円5000円5000円2万円2万円が出た2万円2万円 え、まだに、万の五千。二万五千円。さあ、二万五千円。二万五千円。三万円。三万円。三万円。さあ、三万円。が出た三万円万五千円。三万五千円。三万五千円。三万五千円ですよ。まだこれでは。三万五千円ですよ。はい。三万五千円ですよ。三万五千円。三万五千円。まだいいですか。いいですか。僕、もう仕入れに知って。ほんまに。ほんまにこれやったら。 いいですか僕ら帰れないですさあ3万50003千、5 0 0 0三万五千二百3さ5三万五2 0 0円さあ3万5千二百2 0 0円,円,円,円さあ3万5千二百2 0 0円,万千円さあその 200, <laughs> 200円で嬉しいですねはい3万5千二百2 0 0円3万5000200円さあ何ですか,何ですか4万円4万円あ4万円が出た4万円四万円実はですね皆さんもうお伝えした方です これ私たちの仕入れでね4万8千円でしておりますそれはですね皆さんでも今日せっかく宮津に来てもらって私のセリに参加してもらってですね、えー、また山井津生さんという名前を覚えていただきましたか今日は、はい、お覚えてきました <laughs> うそういうだけでも価値があると思うので8,000円は泣いておきましょう今日はそしたら皆さんの拍手で落札ということにさせていただきます <laughs> さあなん4万円きれいだと思うので さあ、4万円で待ちたってます。これは本当に価値ありますからね。ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。<laughs> というような。えー、まあ、現場は沸き立っておりましたけれども、あの、本当にまあまあ、ある意味、一部の方がこう、ちゃんと値段を上げていただいて、まあ、4万8000円の仕入れのものを4万円ですから、まあ、その分、ね、足出てしまってるんですけども、いやいや、何が言いたかったかというと、こういうのに、こう、ポーンとこう、参加、 するタイプの人と、えー、せえへんタイプの人で言うと、僕どっちかっていうと、苦手な方なんですよ。はい。お酒飲みに行って、まあ、ここは払っとくわ、みたいなところは、これそこをね、もうコさん、あの、お酒入ってしまってると、そこのスイッチ切れてしまうんで、ブレーカー落ちてしまうんで、あの、もうバンバン払ってしまうんですけども、ああいうところで、こう、ポーンとね、 バーを盛り上げることを含めてやっていく。ちょっとでも安く買えた方がええやんか、みたいな、こう、仙台市の大英まで1円でも安い卵を買いに行くっていう、そういう生活を赤目第二団地でしておりましたもんですから、あそこでこうね、ポーンとこう、出せる。山や、もちろんそれだけお金を持ってはる、お金を持つ、売れてるだけのお仕事をしてはる、あるいはもうしてきはったという方なんですけども、ああいう大人に、 コモさんは憧れるんですよね。いやいや、まあ、おかげさまで、<laughs> あの、松葉ガニは、えー、昨日持って帰っていただいて、なんかお誕生日の方がいらっしゃったそうなんで、その人たちと一緒に食べるわって言って、えー、持って行きはりました。ありがとうございました。 ぜひ来年も皆さんご参加くださいますねお願いをいたします駒さんねそういうところがほんまだめでねあのいろいろお土産も買ってきたんです、まあ、会社のコーラにも買ってきたんですがこれ何やと思います駒さんが買ってきた自分へのお土産ですはい黒豆なんですけど錦、えー、のサービスエリアのところで黒豆パンっていうのがこれ有名で1個250円で、まあ、ほんまに飛ぶように売れてるんですけどその黒豆パンの、えー 豆だけ、<laughs> 落ちたあ。豆だけっていうのが、ワンカップ280円で売っておりまして、えー、<laughs> 小さいですね、せこいですね、うんこう。こういうお金の使い方が、あの、好きなもんで、ああやって、もうポーンと。 4万円、1万5千円とこう出していただける、そういう大人になりたいな、というふうに思いますが。えー、どうぞ皆さん、あの、シトレンはじめですね、お肉もあのあ、もうあの、ほう、売れはじめ、売れ始めました。ありがとうございます。今日、あの、ご注文いただいた方、後で、えー、肉の丸福さんに送っておきますので、えー、ステーキなど、えー、神戸ビーフも販売をしておりますので、ぜひ、てんこ盛りスタジオショップの方に、でお求めくださいませ。では、 ままいりす今日は読売新聞を買ってきております、長官チェックヘックヘドラインです岸田総理大臣は昨夜、臨時国会が終わったことを受けて記者会見し、軍備を増強するためには増税が不可欠であると、現行に目を落としながら力強く語りました。 身内である自民党内からも異論が噴出していて、得意技の手のひら返しがいつ出るのか注目しています山上容疑者による安倍元総理暗殺をきっかけに、統一教会のエグさが明るみに出たことから、与野党ともにやってる感を出すための高額寄付被害救済防止法が、昨日の参議院本会議で可決・成立しました。 基本土日はお休みの国会ですが、昨日は土曜日、仕事をして閉会しています教科書会社、大日本図書が元校長や教育長に現金を渡したり、ゴルフの接待をするなど、不正な営業を繰り返していたことが明るみになっていますが、文部科学省は厳正に対処するとしています。最も重い罰則は 発行者の指定取り消しとなっています来年4月に行われる大阪市長選挙に大阪維新の会は府議会議員の横山秀幸氏41歳を擁立することに決めました党による予備選の結果を受けたもので自民党の弱い大阪ではこれで横山さんへの当選確実をはまだ出しませんかね 大阪市長選挙府知事選挙とともにトリプル選挙になるのではという観測が出ていた堺市長選挙は6月に単独で実施することが堺市教育委員会によって決められました6月4日に投票が行われます昨日 ABC テレビはトリプル選の予定校を誤ってホームページに掲載していました 大阪府は物価高対策として18歳以下の子ども139万人に1人当たりお米1 0キロを支給する方針でしたが、そんなものを支給されるとお米屋さんが困ってしまうなどの意見が出て、お米券として別の食料品にも使えるようにすると方針を変えています。 名古屋 CBC の枝アナウンサーが労働組合の金4000万円を勝手に使って投資を行い1000万円を儲けていたとフライデーが報じましたその記事掲載当日枝アナウンサーは逃げるように CBC を自主退職していたことが分かりました「ゴゴスマ」は CBC の制作です 社内で取材できますし資料映像はたくさん持っているはずですから明日以降徹底的に追求するはずないですよね女性芸人ナンバーワンを決める日本テレビ系の「THEW」で看護師のコントが面白い天才ピアニストが優勝しました賞金1000万円を手にしました衣装代にするということです コモさん大好きなあのコントのお二人おめでとうございます以上12月11日日曜日朝刊チェックヘッドラインでした 時刻は十時五十一分となっています。長官チェックを天神橋寺商店街天禄天籠りスタジオからお届けしております。さて、えー、と朝、まあ、遅くなったのにはいくつか理由がございまして、まあ、二十三時にも目は覚めてたんですけれども、もうちょっと寝られるな、というのと。あと、昨夜行われました、岸田総理大臣の。えー 記者会見を全部見ようと思いまして、はい、ベッドに横になりながら、あ1時間ほど見ておりました。えー、まあ、残念だというか、まあ、プロンプターは使ってますんで、ここにこうガラスみたいなのがありまして、そっちからは見えないんですけども、原稿は、手元の原稿は、そちらにも映し出されてますから、えー、まあ、カメラ目線でですね、えー、あの、こうやって、 はい、カメラ目線で自分の考えをえ切々と力強く、自分の言葉で述べるということはできるんですけれども、も肝心のその防衛費、えー、軍事費のを増やすためには、増税もやむを得ないっていうような話の時にもですね。やっぱり現行に公明を落としてるんですね。まあ、間違えないように話するっていう考え方がわ,わ,わからないではないですし、それを。 あのアナウンサーの10秒のニュースのリードのように暗記しておけとかっていうことでもないんですけれどもやっぱり自分の本当に思っていることそうあるべきだっていうことまあその核となるものが頭の中にありそれをどういう言葉にするのかっていうところにはもちろん回路が働きそれがうまく言えるか言えないかとかっていうことはあるんですけれども、まあ、駒さんも一応メモ書き程度の ことは、こんなまあミミズの方ったような字で、えー、1時間1時間半喋ることのそのリードの部分だけはこないして書い取るんですけども基本まあ数字のところであるとかそういったことでないとまあ目は落とさないですというのはだって自分が喋りたいことを喋ってるからですね自分が喋りたいことを喋るときに人は目を落とさないですようんなのでまあ岸田さんが本当に 増税してでも、軍備を拡大したいと思っているのかというと、ひょっとしたら思ってないのかもしれませんけれども、もしそうであるとしたら、言わされているのが総理大臣としてどうやっていう話にも、もちろんなりますし、当面は増税はしないって言ってますけれども、毎年1兆円分増税はしないといけない、その、何から引っ張ってくるかっていうことについては、これから考えると。 まあ、あの法人税の増税であったりとか、えー、復興のために、東北の地震の津波の被害の、あの復興のために、プラスアルファ税金を我々は納めてるんですけど、まあ、それでも回っていってるんやったら、その分、もう10年も過ぎてるし、えー、復興って言うてる場合でもないやろうと、でもまあ、こんだけ年間余分にあの負担しているので、あんたらずっとやってきたんやから、これからもそのまま負担してねと。 それは軍事のために使いますよというせこいやり方ですね。あるいはまあ僕はタバコ吸わへんからどうぞご自由人のところでもあるんですけど、えー、タバコ税をまた上げたりとかっていうようなこと取りやすいところから取っていくすでに取っているものの、えー、名目を変えるとかっていうようなことそれでも毎年4兆プラスせなあかんところで、えー、1兆 増税としては残り3兆は、もう野菜、まあ、っていうように、これまで何かの意味があって使うって言ってたものを、それは使いませんということであり、これから、まあそれ、それこそ少子化であるなり、なんなりっていうことを、の対策を取っていかないといけないときに、そのために必要なお金は、軍に回すから使いませんよということを、まあ、堂々と言っているということですね。ね でそあのロシアによるウクライナへの侵略というのは今年1年ありましたけれどもそのことと今やろうとしている軍拡っていうこと防衛力整備っていうまあ言い方にしますけどそれはまあ、えー、バクチバを IR というようなものであって軍,軍事力を増すということですから軍備拡張ですよ軍備増強ですよね。それをほんまにやらなあかんのかっていうことに対して いやそういうことをずっと言い続けている人はいますし、この1年間のいろんな状況を受けてそういう警鐘を鳴らしている人もいますが、日本という国でみんながみんなそう思ってるわけではない。反対論の人もいるという中で、こんなに、こんなにこの数ヶ月程度のところで大きな決断をしていいんですかと。いや まあもの、いや、それは僕も言ってて自分でダブルスタンダードだと思うことはありますよ。大事なことなんやったらそれはリーダーシップを発揮してやりなさいっていうことももちろんあるんで、それはなんか自分で言うてて、そこを忘れられる喋り手は あの羨ましいなと思うんですけど昨日全然違うこと言ってても今日平気で反対のことを言えるタイプの人もいるんでしゃべり手としてはそっちの方が有能なのかもしれませんが駒、まあ、さん,小野さん自分で考えて言ってるんでいやちょっと待てよと思うところはあるんそれはあるんですけどでもまあやっぱりこれだけ大きな変更を今。 まあ自民党の中からも、高市さんが反対の声を上げているというのは、岸田さんからしたら、お前は官職にやったやつやからっていうようなことやから、お前はにうとんねんと思ってるのかもしれませんけれども、うん、安全保障の担当って言,って言われてるのに、その場にも呼ばれてないと、反対論を言う場所も奪われてる、どういうことですかっていうようなことを、自分のところの党の所属議員にも言われ、 えー、下の階にも怒号が聞こえるような党本部でしたかでのやり取りがありしているわけですねでまあまあここまでこの1年余りの岸田さんを見ていますと、えー、あんまり深い考えもなくやりますって言ってしまったことが世論の猛反発を受け党内でも、うん、猛反対が出たら。 いいやいやという話もありましたかなみたいなことでコロッコロ変わっているっていう事例にはマイケル言いとまのない人ですから、えー、自民党の中から反発が出てくると、まあ、野党が反発することなんかはまあ想定内な,なんでしょうけれど、えー、こんなことでは来年の統一地方選挙を戦えないという声で、まあとまあ、180度まで行くかトーンダウンするかっていうことに。 うん、なるんでしょうけど、ただまあ、そうなると、今回のこの軍拡でおいしい目をしようとしているやつらからはですね、えー、もうあんなやつ消してしまえっていうような、あ暗殺とかっていう意味じゃないですよ、もちろん。うん、あんなやつに政治権力を持たせとったらあかんっていう話にきっとなるでしょうからね。えー まあ危ない橋を渡りはったんやなということではありますね。うん、でまあこれはまあ本筋の話とは違うんですけど、まあ、自衛隊という組織ありがたくもあり閉鎖的なところで問題ももちろんある、まあ、その両面当然あるんですけど。 えー、トイレットペーパーが自腹やっていう話がね、いや、もう別に今、システムとしてはそれはないんですよって言いながら、あそういうのがまだ続いているところもありますと、えー、まあ、それは自衛隊の中でトイレットペーパー使いはる分は、えー、税金で使っていただいたらいいですし、えっ、ー、と、まあ、3食無料で食べられますよっていうことで、自衛隊員を勧誘するのもどうかとは思うんですけど。 農家の次男三男を、えーねえー、五男六男を兵隊でね、うん、使ってたっていう戦前の日本じゃないんですから、ただまあまあ、そんだけ貧しい人もいるということなのかもしれませんけれど、自衛隊が若い子に声かけるときに、3食たたんで食べられますよって言って、そういう動画がね、アップされてたりするんですけど、えー、自衛隊の日にはステーキが食べられますとか、うん、ケーキも食べられ、1人1個ついてますとかね。うん そんな中であの本来お金払って食べへんかったあかんカレーを食べ続けてた人が定食処分になったりね定食食べて定食処分になってしまうわけですね。 えー、ご飯かパンかどっちかを選ばなあかんのに両方選んでパンは後で食べようと思ってた自衛官が、えー、定食3日になったりとかっていうこ <laughs> ともありますのでまあさ給食ですから1日あたりなんぼっていう予算が決まっててそれが税金だっていうのはもちろん分かってるんですけれども、はいまあ、その辺のところと超単位のお金を、まあ、だって何に。 何にどう使う使かがはっきりまだしてへんのですよミサイルに対して防衛せなあかんってのは分かるとしてもですね、どんなミサイル買うのか、何発買うのか、どこに配置するのか、何人でそれを運用していくのかということも決まってないのに、4兆円とかっていうの決まるっておかしいと思いませんかいやそら 万博やるって言って何歩いるんですかって言った時に、さあって言って、そはまあ確かに、あの、ほ,ほ,ほ,ほ、えー、100億いいのか1000億いいのか、そは分からんところからのスタートやとは思いますけどね。ビル建てるって何歩やって。いや、そはあの、10階建てにするか11階建てにするかによっても違うんですけど、いや、何歩やって言われたかって、そは <laughs> 分からないですけども。うーん。 こんなに簡単に超単位のお金を出すっていう人でいいんすかっていうことをですね。で、それを、まあ、コさんの,の視点で言うと、本気でそう思ってるんやったら、まあ、プロンプターくてもいいですけど、目を落としながらいいなはんなやと。うん、そんなんね。私はあなたに会ってから、一目会ったその日から恋の花咲くこともある。そしてあなたのことに心を奪われ。 来る日も来る日ももう夜も眠れずあなたのことが大好きで愛しています結婚し,してくださいって言って目開けた,げたらもうその時に会えておりまへんでほんまに、えー、自分の思ってんねやったら自分の言葉で目見てしゃべりなはれ、ね、挨拶も目見てするもんですわ、ね、視界に入っとるでしょほんまに、ねうん、もうそこでもう目が合わへん人っていうのは 信じられへんなまと、コ、ま、モ、あ、さんは思います。あくまで個人の感想ですけどもね。はい、11時3分、救急車が外を走っております。点六、天んこりスタジオからお届けしております、えー。読売新聞はこちらをトップに持ってきております。高額寄付救済法が成立ということです。統一教会の問題です。 統一教会の問題を受けた高額寄付被害救済防止法が会期末となる参議院本会議で自民、公明両党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。悪質な寄付の勧誘を規制し、違反に罰則を科し、被害の防止を図るのが柱であると。まあ、土曜日本来ならば、東海はお休みなんですけども、会期末ということで、えー、休日出勤をしてきて、みんな、 えー、可決成立をいたしました第210臨時国会は会期を延長せず閉会したと書いてあります山際前大臣はブスっとした表情でまあ、本来、えー、可決成立しましたと参議院の場合は数字が出てきますけどもよって本案は可決成立いたしました っていうとこうみんな、まあ、拍手するっていうのがまあまあ慣例なわけですけれども、えー、統一教会とズブズブの関係であるということを隠そう隠そうとして隠せばばレれるバれれば隠すという山際さん、えー、瀬戸際から追い出されてしまった山際さんでありますが今地元に帰っては ししばしば帰っては、すんませんと頭を下げて、でも本当に反省してるのかどうか、ようわからんという地元の票もある中で、昨日そこは意思を貫きましたね、ええ、統一教会にとって都合のわり、まあ、骨抜きになった部分もありますけれども、そして、まあ、今後の被害の防止ということなので、過去の被害について救済されるというわけではないんですが、A、でも、まあ、統一教会にとってのビジネスにとっては都合がいいわけではないと。 未だにつながっているのかどうなのか、決別したと言ってはおりますが、どうなんでしょうか。拍手をしないということで、この法律への抗議の意を表しているのかも知らんけど。ですね。今日の知らんけどニュースでございます。知らんけど、拍手はしていなかったということで、えー、記者にそのことについて聞かれても明確な答えは出してはおりませんでした。うん。で、 そうですね、やっぱりまあ、一歩前進だとも言えますけれども、とりあえずこの国会、今年中今年中に、今年の汚れ、今年のうちにじゃないですが、えー、何かやっとかへんかったら、持たないという判断で、えー、これでまあ、与野党がこう話し合って、修正をして、 で可決成立したんだということを評価する声がある、まあ、それもわからないではないですそれはわからないではないですけれども、まあ、本来お互いに思うことを論戦を戦わせるというのが国会ですからすり寄って妥協することが目的ではないですし。 でもまあ、昨日もお話ししたように、多数だけで言うと、与党で多数を持っているわけなんで、与党の言うことを多数で、えー、そのまま可決して、えー、多数が正義、正しくて、えー、少数意見は聞くは聞くけれども、それは認められませんということではなく、もっと大きな目標、うん、もっともっと大きな目標に向かって、 少数意見も取り入れてやるのが、まあ、民主主義というもので多数民主主義イコール多数決ではないというお話は昨日させていただきましたよね、まあ、そういう意味で、えーまあ、与野党が折衝を重ねたということを評価するのもわ、まあ、からないではございません、うんえー、しかしまあまあ本当にその場外での動きがあったとはいえですね うん、早くやろうと思えばできちゃうんやと,、うん、いうことですね、えー、ちなみに土曜日祝日に開かれるのは前の日からの審議が伸びて昔牛歩戦術とかありましたそんなことで日付またいで休みの日に入ってしまうことはあるみたいですけれどもええー 政治改革関連4法が成立した1994年1月以来およそ29年ぶりのことだそうでございます、まあ、このほか補正予算であるとかあ感染症法の改正であるとかっていうようなことをやったということについては昨日も岸田総理胸を張って答えておりましたそしてまあまあまあ、まあ、もう一つ、まあ、ずっとそうですけれどもお内閣記者会の 選ばれし記者たちの質問は全然あの国民の聞いてほしいことをちゃんと聞いてないなという印象はあるとその刃はマスコミに向かっていますよということは一言、ね、申し添えておきます11時9分です。 さて、読売新聞、今日のこの紙面には書いてないんですが、早朝未明の配信記事で、大日本図書のことを書いております。えー、明日休館日ですけれども、え、昨日書いてたんかな、どうなんかな、うん。えー、教科書というのは、基本教育委員会であったりとか、えー、校長先生というか、学校がこの教科書で行きますというふうに決めるわけですね。で、まあ、4年に1回なんで、えー、1回、 営業をして受注をいたしますと4年間まあオリンピックみたいなもんですね4年間は安定した売り上げ収益が得られるということ一方あかんかったら4年間は思ったような数字が上げられないままというそういう構造がありますまあそれはまあ教科書というもんがそんなもん毎年コロコロとね採用されるものが変わっていたら困りますと。 で大日本図書というところの教科書が、まあ、弱いというふうに聞いて、大日本図書としましては、古来館と。で、まあ、いい内容の教科書にするとか、えー、そのいい内容を成功法で皆さんに分かっていただいて採用していただくっていうような、悠長なことを言ってる場合ではないと。 もちろんコンプライアンス、法令遵守が大事だということは分かっておりますし、そういうことを徹底するためのセクションも作っているということは、まあ、コモさんがずっと言ってるように、コンプライアンスの専門の部署がある会社は、法令遵守をしていませんということを堂々と言っている話だと思うんですけどね。<laughs> そう思いませんねだって、トップから、 末端の社員までコンプライアンス法律守ってしましょうねっていうことがちゃんと浸透しているならばそんな部署必要ないわけで過去にも今後も法令を破ってでも儲けてやろうとか私服を肥やそうとかそんなやつらがうちの会社にはうじゃうじゃいますよだからコンプラっていう部分も,もう作ってるんですよっていうふうにまあひねくれたコモさんなんかには見えて仕方がないんですけど。 日本図書にもそういう部署があるそうですが、ま、えー、まあ、せこいっちゃせこいですな、うん、松葉ガニが買えない金額、3万円、ね、えー、仕入れでも4万8千円するんですから、ね、大座のカニなんてそ7、7万、8万って言ってましたからね、仕入れ値でね、うん、ほんと、10万以上で売れへんかったら、成り立たへんわけですけど、買えません、3万。 ゴルフ場もさいろいろあります。休みの日で、ね、まあ、バブルの頃ではないですが、いまだに休みの日に行ったら3万以上かかるようなゴルフ場も確かにありますが、今や、平日なら何千円、いやいや、ご飯つけて、土日でも9,800円で、ねえー、うどんやったら食べられる、とんかつにすんのやったらプラス500円いりますみたいな。 ゴルフ場はいっぱいありますから、まあ、どこのゴルフ場に行ってたのかということで、ただまあ、まだそら接待で、グリーンは荒れ放題、ねえ,、ええ、もうデポットいっぱいあるようなところに、そら連れてはいきませんわな。いやいや、一回この、ここでやってみたかったんですよっていうところに、まあ、連れて行きますわな。そらね、ええ。 何年の日本オープンをここででやったんですさすがこの,のアンジュレーションが言うて、オッケー言うてね、えー、もう、もうポロッと出ても、ナイスショットって言うてね、うんあ、見てなかった、ね、空振り、違ういや今、今の素振りですよね、とか言いながらやってはったんですかね、えー、ゴルフ連れてって、3万払って、いやいや、もうこれは教育長が、日頃お世話になってる教育長が、もう、もうそろそろ終わりやって言うんで、もうまあその層別の意味を込めて。 これまでの感謝を込めてということなので、教科書を選定してほしいとか、情報が欲しいとか、その会議のときに大日本図書に対して、栄養にみんなに言いふらしてほしいとかっていう、そんな意図は、これ、ポッチも、もう、これ、ポッチのポーの丸の字もございませんと、ええ、おっしゃるんですかね。うん、ただ、文部科学省も困ってます。いや、そういうことをいいとは言わないし。 まあ、文部科学省の中にもいろんなことはあるんでしょうけれどえー、え語、ー、とや、えー、と,とはもちろん言えないただ言うとも一回採択されていると4年間その学校はそれで行くその町の学校はそれで行くということなのでその営業活動の時に不正がそういう不正があったとしても じゃあもう、はい、明日から買えますって言って、はい全部、はい、もう大日本図書のやつ、はい、黒く塗ってくださいって言って、戦後も,もない学校のようなことはできませんので、うん、でまあ、ねそら、日のないところに煙は立ちませんけれど、そんなん言うたら、全国で、大日本印刷は、ごめんなさい、大日本印刷は、ええ会社ですよ、はい、DNP、はい、大日本図書だけのことではなくて。 あるいはもうそこでは文部科学省の人たちの天下り先についていろんなことがあるのかもしれないす。そら、そら知りません。知らんけど。今日の知らんけど二つ目。ええ。ですけどね。一応、一番重い罰則としては、その発行者がもう発行できない。教科書を作れないっていうことはあるんですけど、そんなことは要せんでしょうな、きっとね。うん。そしてまた、結局、ばれるかばれないか。 この世の、はい、塀の中に落ちるか外で高笑いをして生きていくかそれはすべてバレるかバレないかそれだけですそんなバナナというお話でございますけれどもねバナナはアップルバナナ沖縄庄司さんの作ってあるアップルバナナもう真っ黒になっておりますね もうわもめっちゃ黒くなってるでしょねえそんなバナナこんなん食べられると思われへんかもしれませんが実はこのぐらいのところがええ感じなんですよはいあ中の色もちょっと変わってきたかなあ,あ,あもう毎日言ってますけどほんまにね皮が薄くなってきてましてね 皮の薄さ分かりますもう何でこんなになんねんほな皮が薄くなるっていうことの科学的な理由がよく分かんないですが熟してくると皮が薄くなるんですよねうん皆さん買ってくださいねええー、匂いしてみますほら熱調理感がちょっと今の細かい音ですけど分かっていただけますか うん、何の話してましたっけああそうそう大日本図書のお話ですねうんえー、アウトですはいでもきっとまああれでしょうねその実際の担当者から部長さんとか課長さんとかからしたら ノルマがあってでまあ挽回のしようがないですからねねえコモさんのツアーで行くと「いや今回思ったほど利益も出ないで」って言うてねえ担当のねえひろ、まあ、さんは会社では肩身狭い思いしてるかもしれませんがまた次やってなんとか今度は利益をってまあねええー、会社には言えるんでしょうけれど何ヶ月かに1回やってますからね。 沖縄からカニまでは2週間しかありませんでしたからね。<laughs> あの、なんです今4年、四年どうしようもないってなった時に、それはまあそんなことをしてしまうんかもしれないですけどね。うん、11時18分です。さて、大阪市長に横山さんに頭角が出たと言っていいんでしょうか。えー、大阪一新の会が 予備選挙を行った結果です、ねえー、41歳、党の幹事長で大阪府議会議員の横山秀幸さんを擁立することを決めましたと、改革の流れを受け継ぎ、大阪全体の成長を描いていくと、今度、ダブル選挙になりましてね、でまあ、吉村さんが知事には出ます、吉村さんも若いですが、横山さんはまだ41歳です。 2004年大阪府庁に入りました。2011年府議会議員大阪淀川選挙区で初当選し、現在3期目です。松井さんがもう辞めると言いましたんで、さあその次、まあ、その悪の強い突破力のある松井さんの後を継ぐっていうのはなかなか大変かとは思いますし、横山府議のことを、小野さんよく知りませんので、えー、どういった実績のある人、何をやろうとしている人を、 まあでもまあ党の幹事長をしているということはそれなりに若くしてまあ人望のある人ただまあそれはまあ言うても維新の中でと小萌さんが反対する幕地場を持ってくるその人たちえお金への嗅覚の優れた人たちだとまあ小萌さんは認定しておりますのでそういったところの人ですからどういうことをやろうとするのかよく分からないですけどもまあまあそれは大阪の中で 在産、ねえー、いわゆる準議局はもう維新べったりですから今後公職選挙法に引っかからないようにですね横山さんという人の人柄をあれやこれやときっと言っていきで松井さんやら吉村さんというただで出てくれる視聴率にも寄与してくれる人らをまあきっと多用するので。 えどういう人かというのは、まあ、きっと四ちゃんテレビを見たりニュースおかえりを見たり報道ランナーを見たりニュース10を見たりすればあだんだん分かっていくんだと思いますが、まあ、よう実は知りません。はいえー、で予備選が意外に盛り上がらなかったそうでありましてね。うん、読売新聞は大阪あ社会面ダブル選挙、はい、指導。 えー、維新予備選盛り上がらず、うん、目論んでいた候補者の知名度アップにつながったとは言えないと、<laughs> はい、そうですね、すみません、えー、知りませんでした。河野さんも多分、名前出したかな出してたかもしれないですけど、本人が出してても多分覚えてないぐらいでございます。えー、吉村世代。 吉村知事とタッグを組みながら維新の改革の軌跡を次につないでいくとで、吉村さんも一緒に政治をやってきた政策理念は共有していると、うん、まあまあ、そもそも,そも吉,村あの吉村代表が、えー、こう幹事長に指名をしているという段階で、まあまあ、そういう人なんだということなんですけどもね。うん えー、そうですか。でもまあ、勝っちゃうんでしょうね。要は、まあ、自民党なのかどこか分かりませんが、この反維新っていうのが、尼崎を除く大阪06の市街局番の地域では、やっぱり圧倒的に強いですからね。うーん。だから中央の政界で、 自民党が軍拡であったりとか不祥事があればあるほど本来、本来大阪の人にとって直接関係のないことでもあったりはするんですけど、東京で自民党がしくじればしくじるほど大阪では、あ維新が勝つという部分はありますよね。うん。 大阪市城東区古市三丁目で長く暮らしておりました関目第二団地がふるさとのコモさんとしましては、まあ、なんとなくその辺の大阪人の気持ちはわからんではないんですけどもねうんただまあ維新たるものが一体何なのかという視点は僕は忘れたくはないですし、えー、今のところこのまま行くと博打場は作られてしまうということですので。 それについては久米宏さんが東京オリンピックに最後の1人になっても反対し続けますというほど小野さんには、えー、根性も人気もないですけれども、えー、最後の人になってもバクチバには反対し続けようと思っておりますね。うん、で医師にとってプラスなのかマイナスなのかここはよく分かんなかったんですが11時23分堺の市長選挙 これは6月に行われることになりまして4月の統一地方選挙に合わせてはしませんということになりましたまあトリプル戦になってしまいますと大阪の市長選挙に吉村さんを連れてきたりとか馬場さんであったりとかまあその、ね、人を集められる人をそっちに注力せなあかんところを えー、堺にも割り振ろうとすると体一つしかありませんし堺だけ午後8時を過ぎても選挙カ間走らせてというわけにはいきませんので、えー、そこは分けといた方がいいんじゃないかという意見もありましたしだから、まあ、堺市選挙管理委員会の中でも維新の息のかかった人たちはやっぱり同時にしろと言ってたみたいですけど、えー、具体的なところでいうと投票所のその投票箱を置く場所が トリプル戦になると、えー、足りなくなるると足りくみたいなまあそういうこともあったみたいで、えーまあ、そんなことでまあ本当はねあのダブルとかトリプルっていうのは投票率にも関わりますしということは選挙の結果にも大きく関わる事務的な決定事項なんですけれどえー 私まあまあ実務上仕方がないんでしょうけどね、えー、もうもう4年に1回1月1日にやりますってことが決まってるわけではないんで、えー、土曜日日曜日のカレンダーも毎年変わっていきますしそういう意味では誰かが何かの事情でこうしますって言って奇麗なあかん話で、えー、ポスターの台を作って貼って。 作っていってたりとか剥がしていく時の費用とかを考えると一緒くたにあった方が安すみますわなというようなことももちろんあるとは思うんですけどね、えーえー、まあ以外や以外その投票箱を置くスペースの問題などで、えー、あのトリプル戦にはならなくなったと今日の読売新聞は報じておりますただトリプル戦になるかもしれないということがありましたので 多分各社予定校を作っていいたんだと思います ABC 朝日放送の、えー、テレビのホームページに昨日10分間ほどで気ぃ付いたらしいですけれどトリプル戦になりましたという誤った予定校 予定校ですからね。これまあ,あ,あの、あかんちゃう。もちろんあかんのですけど、勘弁してやってほしいのは、えー、そうなったということを想定して書いておりましたんで、トリプル戦になりませんでしたということを聞いたのにもかかわらず、間違った記事を書いていたのではないので、はい。えー、その辺は、ね、あの、不法なんかにしても、みんなも書いてますから、予定校を、はい。 この人死にましたっていうことを書いてますから、まあ、その死因を勝手に作って頭の中でえ、ね、妄想してこう言うたら面白いやろうっていうことは駄目ですよ。ねお分かりですね。はい、それは駄目ですけども、はいえー、何月何日何時何分どこそこでっていうその部分だけを除いてこんな人でしたって言って死亡記事の予定校も皆さんお持ちですので。 えー、くれぐれも予定校を出すときには、えー、ちゃんと確認をしてください。まあ、予定校だけじゃないですけども、指差し確認と、そしてダブルチェックですね。はい。お願いいたします。11時27分です。なんとか午前中に終わっとかなきませんかね。朝刊チェックですからね、うん。大阪府、物価対策といたしまして。 えー、18歳以下の子ども139万人いるそうです800万10万人いるうち18歳以下の子どもが139万人食べ盛りでしょうとお米 10kg を支給することにしておりましたはいまあいろんなやり方ありますいろんなやり方ありますしで結局現金で配ったらそれ貯金に,使に回ってしまうんじゃないかとかパチンコ屋で使われるんちゃうかとか、まあ、いろんなことを言う人がありまして実際そはそういうところもあるでしょう なので、現物支給しますというふうに言いました。しかしまあ考えてみますと、139万人に1 0キロですから、えー、何トンですかでしょのトンあたり、何票になると、えー、1票6 0キロとして、まあ、すごいものが。 ただで配られるということになるわけですよね。まあまあ、それは仕入れへんかとはあきませんから、今、米1 0ロで何本ぐらいですか最近ね、コモさんね、お米いただくことが多くて、あまり自分で食べることもないんで、買うことがほとんどないのであんですが、まあもちろんそのコシヒカリとかね、えー、ね、なんや、かんやっていう、その銘柄米は別として、まあ3000円ぐらいですか全体としてね。はい。 でえー、その分、配られてしもたらあお米屋さんがです、ねえー、困りますやんかと、まずはどっか、神明かどっか知りませんが、そういう大きなお米のね扱っている商社から仕入れるんでしょうけど、まあ、そこから仕入れて売ってはる小売りのお店からしたらです、ね、毎年あの毎、毎月、あの家は5キロ食べはる、20キロ食べはるというので。 まあ、三河屋のね、さんちゃんじゃないですけれども、うんまあ、宅配は最近ないのかもしれませんが、そうやって売れてたもんが、その分ぱったり売れなくなってしまうんで、それは困りますわと。ねえ。じゃそうですわね。まあ、そういう声もあって、じゃあお米券にしましょうと。お米券ですよ。はい。お米券ですからね。で、えっ、ー、と、それを、 他のもんに使うてもいいですともうお米はありますという人にお米しかもらわれへんのやったら困るんでお醤油とかそういうだから要は三河屋さんで買えるようなもんですねはいまあそうですなコンビーフコモさん好きなんですけどねコンビーフ大好きなんですけども意外に高いですからねえー、えー、コンビーフなんか野崎のコンビーフなんかをねえと、ー、買えられるんやったら嬉しいなと 思いますあのセ,セ,コイセ,コセココモさんでいうとね, <laughs> うとね、はい、まあささ散々散在はしてるんですけどもえー、えー、コンビーフは高いんで馬肉の入ったニュー何、えー、でしたっけニューコーンビーフじゃなくてビーフって言ったらあかんのかコンミートやったか、えー、そっちを買うことも多いんですけれども、うんえー、そういうあの商品券にしましょうとまあでもちょっと待って3000円で買えるものを 5000円分の食品券に住まるよく矛盾わかんないんですけど読売新聞第2社会面に出ておりました11時31分さて名古屋 CBC 中部日本放送中部日本放送ですか NJB 新日本放送現在の毎日放送と同じ日にスタートいたしました日本で最も早く開局したその放送局 伝統のところでございます両方とも正午にお昼に第一声を出しましょうねと NJB 今の毎日放送と CBC 中部日本語放送は約束をしておりました毎日放送はその約束を守って正午に NJB でございますとスタートしたところ午前中に CBC は約束を破ってまるで真珠湾攻撃のように第一声を出しまして日本で最も早く開、えー、局した あところであると、堂々と、そんな石碑まで作っているという、卑怯な卑怯な、中部日本放送、名古屋でございますね。はい。えー、まあ、その後の毎日放送の人の良さ、ね、コモさんも一時期、いさせてもらいましたから、あの、なんとも言えるゆるさは、もうその開局の時に CBC に騙されていたというところから、もうずっと続いてるなと、うん、ほんまにええ会社なんですけどね、n b s はね。CBC はその辺せこいです。 はいえー、アナウンサーもせこかったです、江田さんという人、僕、よく知らないんですけども、まだ若い方で、えー、とテレビ愛知かどっかの人と、うん、結婚をしはって、系列を超えて付き合ってたって、まあ、それは別にそんなことはあるでしょうし、合コンの一つもしはるでしょうし、そんなことはまあどうでもいいんですけども、組合をやってはって、駒、まあ、さんは組合入ってないままサラリーマンを終わっておりますんで、組合のことっていうのはよく知らないんですけども、 えー、みんなのお金から天引きいたしました組合の活動費がございますうートップが交代するときにその、うん、通帳を見せてって言ったら捨てたって言うんですね <laughs> ちょっと待ってくださいともう,もうこんな嘘,を嘘ね、をうそ BPO もジャロも関係ないですけどもそんな嘘を平気でようつきますなと捨てましたとそれもそのはずそら 勝手に組合の金を出し,入れし,てまし,てしかしまあ通帳記入してようがしてまいが銀行に記録残ってるのは当たり前の話でございましてなんと幼稚なことなのかと思いますがで4000万ほど投資に突っ込んでいたようですでここで山口県阿武町ならば あっという間に何日間かでその4630万円を吸ってしまいました、溶かしてしまいました、ネットカジノに使いました、という話になるわけですが、さすが CBC、さすがアナウンサー、高学歴、高身長、高収入ですか、はいまあ、それなりにもらってはったと思うんですけど、えー、増やしたみたいです、その4000万を、5000万に増やしてました。 何,何に使ったんですかね何ですかね ?FX ですか何ですかあそんな普通にね、えー、農協の預金にしててもそんな増えませんから、何にしたのか知りませんけれども、えー、増やしていたようでございます。もう、もうこの後ね、ね、えー、伝説のトレーダーとしてあの活躍していけば、CBC からもらってる1000何百万というような年収どころの話じゃない、 えー、高収入が得られるのではないでしょうかそして全国ネットに名前がなりましたからね、まあ、全国ネットにも出てはったみたいですがキューピー3分間キングにも出演をされていた江田さんという方でございますでバレまして、えー、まず3500万払って残り500万足れへんやんけどうんそれも支払ってただ儲かった1000万についてはそれは <laughs> 自分のもんですというので でまあ、そのことをフライデーが書きつけまして、記事につい先日いたしました。会社に聞いてくれって直撃したら言ってたみたいですが、その会社をもうその日に辞めていたようでありまして、記事掲載の日にですね、ええ、あ <laughs> <laughs>、やったこともせこいですけども、その逃げ方もせこいですわな、うん。それまでの間、いけしゃあしゃあと普通に顔をしてですね、ええ、 横領しましたとかっていうニュースを読んでいたのでございましょうか読ませていたのでありましょうかその辺よく分かりませんけれども、うん、でまあこんなん出てきた時に当たり前の話ですが朝日新聞の不祥事 で朝日新聞の記者が一番近いところにいるわけで、何階のどこへ行ったらどんな資料があって、どの関係者がどこにおって、内線電話かけたら、この人につながるっていうことも、携帯電話の電話番号も分かっているのに、朝日新聞の不祥事に関して、朝日新聞の記者は動かないです朝日新聞は書かないですね、書かなざるを得ないときは、ちょっとしか書かないですよね、そ朝日に限らず、毎日であろうが、読売であろうが、産経であろうがそうなんですけれども。 CBC「C ゴゴスマね」ねやってはります。それはもう MBS が TBS との関係の中でうまくそこにパチッと入れなかったその MBS のまずさ制作力のなさ大阪へのこだわりが全国ネットではなかったということ。CBC はそこに TBS も全部作るのも大変やから。 ここはどうぞって言って渡したらおう意外に TBS でもいいじゃないかと全国でも評判がいいじゃないかというのが「ゴゴスマ」でございますからその辺がやっぱり開局の日に違いが出ていたんでしょうけれどもねはいそのごごが「ゴゴスマ」がまあ分かりますわな江田さんの資料映像もそらい,いっぱい残っておりますよ、まあ、なんならオンエアされた「カンパケだけじゃなくって素材のところでねえ えー、はい、ハ、は、イ、い、カットってなった後やってらんねえよ、こんな仕事、とか、もしポロッと言ってたとしたら、そういうマザーのテープまでまだ残っているはずでございますよ。ねえ、何な,なりと悪意を持った編集もできるはずですが、するはずもなくですよね。でも、まあ別に大々的にやるかどうかは別としてですよ。それはまあ本当にあの視聴率的なことを一に考えてやっていただいたらいいのですけれども。 こんなおいしいネタがあるにもかかわらず無視を決め込んだとしたらそれはそれはあかんわなとどの口が言うねんとよそ,よそのことを堂々と批判できませんわなあという話ですよね。で言いどころもまあそれは雲隠れしてんのかもしれませんがつて頼っていったら今どこのホテルで、ね、隠れてはんのかねえ。 どこの親戚のところへ行ってはんのか、ね、ひょっとしたらもう海外、えー、ね行ってはるのかもしれませんけれども、そんなことも含めて、ですね連絡の取りようはきっとあるでしょうし、で会社として、もう辞めた人の話ですからいや、調べてます、いや、調べてるってあんた、どんだけ長いこと調べてんねんなと、もっともっと党の党の前からあ会社の中ではみんな知ってた話でしょうということですよね。うん なんだかなねしかしまあまあ、このご時世、4000万つぎ込んだら5000万にするという、その力量には、えー、商売の下手なコモさんは脱帽をいたしますので、えー、もしよろしければ、天の天てんりスタジオでですね、えー、4000万を5000万に増やす方法という YouTube をコモさんと一緒にやっていただけないでしょうか。えー、ここで、えー、オファーを出させていただきます。11時39分。 えー、女芸人という言い方、まあ、私はあえてまあこう女性芸人という言い方にしましたが「ダブルザ・ W」というのは、えー、女芸人ナンバーワンを決めるということですね、えー、で僕は何がきっかけやったんかな半年ぐらい前にもはまりまくってましてね、えー、看護師あるあるのこと、うん、これを2人で。 細い人と太い人と2人いてはるんですけど、はい、この2人が演じている短いコントが大好きで,で YouTube ってまあ今 <laughs> 皆さんご覧になってるのをねえこもさんのこの長官チェックでございますが、まあ、毎日のようにあるいはたまに見てたらおすすめのところに上がってきますよね。 で、コモさんの存在を知らない人、コモさんが YouTube をやってるということを知らない人の YouTube にはおすすめとしてまず出てきませんから、どうぞあのポチッとどんどん高評価をしていただきまして、まだ72いいねにしかなっておりませんが、えー、いいねが多いと、あ、この人の番組というか、YouTube は面白いんやなと思って広めてくれはるんで、そういう意味でももう義務、義務です。はい、これを見てる人の義務ですから、えー、ポチッと高評価していただきたいんですけど、 知知ららなないい人は知らないわけで,すでなんか最近全然出てきてなかったんですよ僕のところにねまあそれは多分、まあ、って見てへんかったからしゃあないっていうことなんでしょうけどあの半年ぐらい前はもう,もう勝手にどんどん新作も旧作もおすすめでで見るとまた次のやつもね出てきますしチャンネル登録 するよなあみたいな2人の掛け合いの最後の音を「うん、そした方がええわな私はするよあ私もするわ」みたいなのがありましてですね、まあ、昨日は看護師コントではなかったんですけど、えー、後で見まして腹、えー、抱えて笑いました「うん腕上げてるな」みたいな感じでねちょっとは上から目線でございますけどもなかなかはい あの面白い2人ですのでぜひあの YouTube で時間あるなあという時にほんまにね一ネタ20秒とか30秒とか長くても1分もないようなものがいっぱい出ておりますのでこのザ「THEW」で、えー、優勝いたしました「天才ピアニスト」検索をして見てあげてください大好きですコモさん。はい、1,000万もらったやつは、えー、衣装代にすると言って貼ったそうでございます。 以上12月11日日曜日朝刊チェックヘッドラインでございましたさて皆さんちょっといっぱい行こうかと、まあ、最近は若い人にそんな声もかけられなかったりいたしますちょっとお小森ちょっといっぱい行こうかと言われたらはいとはい えー、さん先輩をリスペクトしておりましたんで「えー、ちょっといっぱい」って言われたらそれはもうちょっといっぱいでないことは分かっていても行きます行きましたうん意外にそんな近しいところではないっていう先輩らとも言ってましたですねええー、さあ単なるのんべえだと言われりゃそうなんですけれども <laughs> ちょいっといっぱいのつもりで飲んでいつの間にやらはしご酒は まあ、ああ、ごさんよりももう少しね、先輩たちの時代ですが、金がつャゃホームのベンチでごろねって、ええー、まあいい時代でしたな、うん。で、そのちょいといっぱいは、シチズンですか、が調べました。ちょいといっぱいって言われたら、若い人は、Z 世代っていう若い人たちは、 何分間行くことだと思いますかと。そんなことは考えたこともございませんでした。ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にだ、はしごだけでございますから。宮家さんから、何度も話をしておりますが、私の大好きな先輩の宮家さんから、藤井寺球場での休みの日の実況の練習、デイゲーム、デーゲームが終わって、ですから終わったのは5時とか5時半ぐらいですよ。ねちょっと一杯行こかではなく、 コもり、餃子食いに行こう。ミンミンで餃子食いに行こうぜ。って言われまして。はい。今から思ったらまだ三宅さんも40代ぐらいだったんですかね。ねえ、今のコモさんよりもはるかに若かったはずですが。はい。って言って行きました。みんみんで餃子を食べます。もちろん1人前ではございません。2人前。そこに大瓶がありまして。飲み始めたのが6時過ぎでございます。そこから家に帰って。 たら1万5000円か1万8000円かのタクシー代を払って、まだ5000円を超えて半額ということもなかった時代、午前4時半に帰ったのが、昨日のことのように思い出されます。ですから、ちょっといっぱい行こうかと言われたら、6時から家帰ったら午前4時、まあ、10時間は、 ちょっといっぱいの中に入っているのがコモさんの感覚でございます。というか、そこに時間の制限はございません。もちろん次の日の仕事のこととかいろいろありますが、アンリミテッドですよ。はい。エンドレスですよ。はい。無限大ですよ。先輩、特に先輩に言われたらね。ええー。シーズン時計は、働く Z 世代を対象に時間間隔についてのアンケートを実施しました。勤め帰りのちょっといっぱいはどのぐらいの時間を指しますか 調査の結果最も多かった35.1%の若者がちょっといっぱいは1時間ですと確かにコモさんコモさんの酒場放浪期で1人友達もおりませんので転落界隈で飲んでおります立ち飲みのところも結構ございますそして最初ダイビングを頼んでまあ続いてもう1杯ハイボールを飲むのかっていうぐらいのところでいくと まあ20分とは言いませんが、3、40分で一通り出来上がりますので、そこでうだうだ降りますと、結局客単価が上がりません。次のお客さん来てもらって回転を上げた方がいいでしょう。そこはお店と、そしてお客、常連さんとしての、そこはもうお互いのこう分かり合うところですよね。そこがマナーですよね。大人としての気遣いですよね。まあ、大体、大体見てますと、 まあ自分で後から見ますと、コモさんの酒場放浪期、まあ、40分ぐらいですね。なので、ちょっといっぱい、まあ、一人で何も喋らずに、まあ、お店の人とは多少のコミュニケーションはあるにしても、誰かとぺちゃくちゃ喋りながら、悪口言いながら、あいつはどうのこうのということを言いながらではないですから、その分、引いたとして、まあ、確かにそのぐらいで、ちょっといっぱいのいい気分にはなるんですけど、先輩と一緒に行っても、 ちょっといっぱいは1時間2時間という人が15.0%、1時間30分という人が14.3%、そして中には1時間未満、5分から50分という人も32.4%いたそうでございます。ちょっといっぱいって言われて、5分、いや、それ乾杯も。<laughs> ん、まあ、ですかね、もうエスプレッソを飲むように最初の一杯を頼んで、はい、テキーラ、クイッ。ごちそうさまでした。<laughs> もうそんなんやったら最初から来なっていう話ですけどね、えー、つりゃ来なって <laughs> あそう。平均ちょっと一杯の時間は1時間6分だったんだそうです。 ああそうですか男性が1時間2分女性が1時間10分ですからまだ女性の方がちょっと長いということですかまあ他にも「一服してきます」の一服は何分ですか10分ぐらいですねえとか「サクッと終わらせます」がどのぐらいですか「ちょっと打ち合わせのちょっと」はどのぐらいですかとか「30分ぐらいですか」が一番多かったみたいですねまあまああのー 時計屋さんの七ンとしてはあの関心のあるところでありましょうし、まあまあ、そもそもまあそも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 そのちょっといっぱいのもそのちょっとも、えー、言いにくいはいいっぱいっていうのも言いにくいねえこんな気持ちは先輩らにはなかったんでしょうねね昨日も夕方帰ってきてまあもちろん昼間から果肉食って飲んでたんですけど 会社帰ったら昨日は出勤日だったんで、はい、ちょっと若い子が仕事してくれててでねまあまあまだお腹はそんなには空いてはいなかったカニ2杯食だからもうそり腹いっぱいでしたけど、ね、いつも、ね、頑張って働いてくれてて世間では休みの日の土曜日も昨日は出勤日でしたから働いてくれてたんでちょっといっぱい行こうかと言いたい気持ちがもう。 ここまで出てるんですけどね、ここまで出てるんですけど、用意言わんのですな、これはダメ社長ですね。いやいや、もう家中に飛び込んで自分から入っていって、何、ね、に悩んでんのか、どういうことをしたいのか、うん、今後の、ね、どういうふうにしていきたいと思ってんのか、ね、えそんな話を聞いておくことも大事だあちらは重々分かってるんですけどね、よう言わんかったな、うん。そのちょっといっぱいすらも言えない。 この61歳昔の人らはそんなことに気,が使わず気を使わずにちょっといっぱい行こうかって言ったら誰かがついてきてちょっと麻雀しようかちょっと麻雀しようかって言うの,はの麻雀で言うたらその半ちゃん1回で終わらないですかは、ね、もう少なくとも3時間4時間になるわけですけどね、えー、平和な時代だったんでしょうな、うん、もう今はできませんなうんで結局 会社のソファーで1時間ほど寝て <laughs> まあそこから帰ってきたんですけどもねうんいやいやまあでもそれはそこはこっちがこっちが今の時代にアップデートしないといけないわけですからはい小さんは一人酒場放浪記を <laughs> これからもやり続けます11時50分でございますそして餃子 国に行こうと言ってくれはった天国の三宅さんにはい、僕は覚えてますよ三宅さんとの楽しい日々を、えー、言いたいですなでは今朝の一言に参りましょう今日もうだ話にお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたところどころ大事なことも言っておりますのでその大事なところだけ覚えておいていただければ結構でございます参ります今朝の一言 赤ちゃんは理由なく泣いてしまいます同時もできない時があります YouTube 厚生労働省チャンネル長野市の児童公園子どもたちがうるさいという話から結局廃止にまでなってしまったということですよね でこれについて、たびたび取り上げておりますタモさんともお話をしました、えー、市議会でこの問題を取り上げた市会議員さんが、まあ、結局、あの問題について取り上げているところと、多分概要欄なんかを見てコメントをパパッとしてはるんでしょうね、全く定型の同じ文書だったんで、逆にああやって書かれると。 ちょっと <laughs> こっちが引いてしまうというか長野の長野の子供たちのことを考えてくださってありがとうございますって言ってあのコメントが全く同じコメントが一時変わらぬコメントが長官チェックと小野さんタモさんに書かれておりましたけどもほ、まあ、にも電車やバスの中お店なんかで子供が騒いでいるっていうことに対して厳しいことを言う親が何もしてへん。 確かに親に親腹立つことはありますありますけれども以前と比べるとやっぱりその子供が泣く騒ぐっていうことに対して厳しい世論があり Twitter、まあ、とかインスタとかそういったツールが発,あの発達したことによってみんながポロッと思って口にしていたようなことが全世界に広がってしまいますんで今日も今もこの瞬間どこかで。 誰かが子供うるさいなって思ったことがわーっと世界中に広がりますからね、まあ、それだけのことなのかもしれないですけどやっぱりまあどっか冷たいなっていうところがございましてコウ、まあ、さんは苗字が子守ベビーシッターでございまして子供大好きなんで子供に嫌われてもこっちが好きになるタイプなので、えー、で まあそら寝ようとしてるときに取られてギャーギャー泣かれたら腹立ったりもするでしょうけど、まあ、基本子供のは泣くのが仕事だと思っておりますマイナビ子育てが先生の話としてなぜまあ子供がうるさいという通報が増えているのか小児科の先生の話を聞いてあります生後1週間ほどっていうと、まあ、それはもちろん物心も何もついておりませんけど 赤ちゃんがが1日何分泣いていいいてるるのかとうう研究があるそうでございます。生後8日以内の新生児が1日に泣いている時間50例ほどとりまして、まあ、これを統計的に優位とするかどうかありますが平均生まれたばかりの赤ん坊は1日117分泣いているそうです。 2時間泣いていてるそうです最長は243分1日4時間以上最短48分だったそうで「この子は手がかからんであんまり泣かんで夜泣きもせずに」っていう行動もう泣いて泣いてもうほんまにこっちがもうもう「あおかしなるわ」いうぐらい泣いてたんよあんたはっていう人との差はめちゃくちゃありますね。 で親も人間ですから社会生活もしなきませんしそれは買い物も銀行へ行ったりとか役所の手続きも行ったりせなきませんその時に子供を連れて行かなあかんということも当然あるでしょう、えー、そんな中たまたまその泣くっていうことについておしめを変えなあかんとかお腹が空いてるとか眠たくてぐずっているとかいろんな理由はありますしただ 言葉が喋れない赤ん坊にとって泣くということしか自分の不快感をアピールできない中でですね、そらもう何が理由かわからへん。おしめ見てもまだ濡れてるわけでもない。さっきお乳飲ましたばっかり、ゲップもさせました。それでも泣くこともあるんですと。そ、まあ、それとその 3歳ぐらいの子がちゃんとしつけられてなくてギャーギャー騒いでるのと同室ではないですけれどもね、えー、そこは意味が違ってはきますし小学生の子が児童公園で遊んでボール投げてガラス割って、えーね、家庭菜園踏みにじってということともまたもちろん違うんですけれどもあなるほどとまあそ,んなそのぐらい泣くんやなと。 でまあ、厚生労働省の,の YouTube っていうのがあるらしくてまあ、まあ、そうあるんでしょうなでその小児科の先生が言ってはんのが、えー、赤ちゃんっていうのは必ずしも理由があって泣いてるわけでもなくてっていうかまあ理由はあるんでしょうけど動物愛護みたいなことで言うと何かの理由はあるんでしょうが大人,の大人のから見て分かる理由でなくても泣くことはあります。あやし続けたからといって泣き止むもん ででももなないいすす泣き止ままこともあります赤ん坊っていうのはそういうもんですとそして誰もが赤ん坊でしたとそう,そうですよね年寄り笑うな行くか行く道ね若いもん笑うないつか来た道そういう実に当たり前誰しもが言ってきて誰しもがそこを踏み外して怒ったりして でもやっぱり最終的には、ね、若いもん笑うないつか来た道年寄り笑うないつか行く道こんな当然のことがちゃんと浸透していなくてなんやかんやいう世の中はマコモさんは嫌ですなあ。うーん そこにもアップデートせなあかんのですかねちょっといっぱいはなかなか言いにくいのはアップデートしたとしてもねうん今朝の一言でございました今日もご視聴誠にありがとうございました現在203人の方にご覧いただいておりますが高評価がまだまだ2桁99となっております皆さんクモさんのことをお嫌いでしょうか、まあ、お嫌いの方もいらっしゃると思いますがお嫌いな方はあ退散していただいて結構でございますんで、えー、お好きでご覧になっているんであれば皆さん よかったら、ポチッと高評価お願いしますよ。えー、こんだけお願いしてます。バナナ買ってください。お肉買ってください。<laughs> えー、甘酒も買ってください。ありがとうございます。えー、よろしくお願いします。それで、なんとかやっていこうとしております。では、また明日いいんじゃんでお別れでございます。今日もご視聴ありがとうございました。では、準備よろしいですか。あ、そうそう、昨日はね、 コさんとインジャンしてたんですよ。インジ何のことか分かんないですね。あの昨日の帰りのバスの中で、いつもあのビンゴ大会するんですけど、ビンゴのカードが、えー、お客さんの分足りなくて、何枚か足りなくて、ビンゴのカード配ったんですけど、ビンゴできなくて、<laughs> で急遽インジャン大会にしましょう言うて、干、はい、物とかいろんなものを準備してもらったやつを分け分けいたしました。当、えー、たった方、おめでとうございます。 では、一回一回、神経勝負ですからね。いきますよ。今日のインジャンいきますからね。まいります。また明日。インジャングー高評価を忘れずに、チャンネル登録もお願いいたします。良い日曜日になりますように。